なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。クモですが、何か最終決戦7、最終決戦8、朗読を始めます。クモですが、何か最終決戦後、瞬視点、断続的な地響きとそれに伴う音、俺は思わず顔を上げ上を向いてしまう。心配するな、たとえ上層が崩落してこようとも我らが守ってやる。あまりにも俺が頻繁に上を気にしていたためか、下流グエンさんが安心させるようにそう言ってきてくれた。すいません。何、謝る必要はない。人の身ではこの規模の戦いに恐れをなすのは仕方がないことだ。恐縮して謝る俺にグエンさんは優しく言ってくれた。なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。クモですが、何か最終決戦後、最終決戦6、朗読を始めます。次回はクモですが、何か最終決戦7、最終決戦8、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。上を気にしているのは俺だけじゃない。同行しているカティアやスー、ロナント様も、厳しい表情で時折上を見つめている。感じられるのは地響きや音だけじゃない。そこで戦っている2社の、その圧倒的なまでの力の本流もだ。水流イエナさんとソフィアとの戦いが始まっていた。この中層、その上にあたる上層で、エルロー大迷宮の広さは俺もエルフの里に向かう道すがら通ったことがあるので知っている。その広大な大迷宮を水没させるというのも、それを防ぐためになだれ込んできた水を全て凍結させるというのも、規模感が大きすぎて現実味がない。だがそれがこの戦いなのだ。改めて俺の力では到底この戦いの役には立てないのだと思い知らされる。俺の役目はこうしてグエンさんたちに守られながら最下層最王を目指すことだけなのだ。今俺たちは中層を流形態になったグエンさんの背に乗って進んでいる。上層に海底から穴を開け、海水を流し込んだ後、その混乱に乗じてロナント様の転移で中層の入り口のすぐ近くに移動し、そこからグエンさんの背に乗って進んできているのだ。イエナさんをおとりにして、イエナさんによる上層の水没は合成すぎるほどの目くらまし。本命はこちらというわけだ。イエナさんは大丈夫でしょうか。万里眼を発動し、イエナさんとソフィアの戦いを見る。両者の攻防が激しすぎて俺には何が何だかわからない。二人の速度が速すぎて目で追うのも辛いし、一回一回の攻撃の規模がでかすぎて、俺にはどれが牽制でどれが本命の攻撃なのかもわからない。おそらく、スロー再生にしても、解説がなければ二人の戦いを理解できないだろう。それほど高度な戦いだった。俺にはどちらが押しているのかさえ判別できない。負けるだろうね。え?あっけらかんと言い放ったのは闇竜レイセさん。仲間の敗北を予知しながら、その口元には小さな笑みさえ浮かんでいる。その態度にはどこか余裕がある。ということは、負けるにしても何か策があるということだろうか?無事に生き延びるような策が。だが、イエナはこの中じゃ一番のしっかり者だ。自分の役割はよく理解してるだろう。きっと死ぬまでにかなりの時間を稼いでくれるさ。あっさりと、俺の考えを否定するレイセさん。俺はそのレイセさんの態度に唖然としてしまった。仲間が死ぬというのに、あまりにも軽くないか?レイセ。俺と同じように感じたのか、グエンさんがたしなめるようにレイセさんの名を呼ぶ。グエン、イエナは役目を全うしてゆくんだ。ならば残される僕らは彼女を誇りに思いながら、よくやったと笑って見送るべきだと思わないかい?む。レイセさんのその言葉にグエンさんは押し黙ってしまう。俺もまた、レイセさんのことを冷淡な人だと思ってしまったことを恥じた。逆だ。この人はどこか人を食ったような雰囲気だけど、その胸の内には極まった覚悟があるようだ。
ならば僕らも僕らの役目を全うすることこそが家なに対する最大の花向けさ。でなければこんな言葉はスルッと出てこないだろう。そうだな、その通りだ。俺が古流の方々と出会ったのはつい数日前だ。その短い付き合いの中でも古流全員が強い覚悟を持ってこの戦いに臨んでいることがわかる。俺とは大違いだ。だからこそ頼もしい。ふう、熱い、辛い、帰りたい。訂正。一人、漂流人屋さんだけはちょっと頼りないかもしれない。いや、中層の熱気を抑えてくれているのは人屋さんなんだけどさ。マグマが溢れるこの中層では俺たちはいるだけで体力を奪われていってしまう。特に、純血を取得するためにスキルのほとんどを失ってしまったカティアは顕著だ。中層にいるだけで死にかねない。それを緩和してくれているのがニーヤさんだ。漂流であるニーヤさんが中層の熱を中和するように霊気を出してくれているおかげで、俺たちはダメージを受けずに済んでいる。ありがたい。だが、俺たち以上にニーヤさんが暑さでだれていて、大丈夫かこの人、と思ってしまう。ニーヤ、シャキッとせよ。そろそろ目標地点に到着するぞ。グエンさんが呆れたように言いながら前方を見据える。目標地点、そこで俺たちは仮想へと通じる穴を開ける予定だ。このまま中層を馬鹿正直に進むのではなく、中層と仮想の通路が上下で重なる地点にショートカットを作ろうというのだ。上層から仮想まで一気につながっている縦穴も存在しているのだが、教皇の見立てでは十中八九そこには罠が仕掛けられているだろうとのこと。おそらく、そこに残りのクイーンが待ち構えているだろうとのことだった。だったら、そこを避けてしまえばいい。俺はなんとなく大迷宮の壁なんかは破壊できないと思い込んでいた。ゲームの固定観念だな。しかし、その固定観念を取っ払ってしまえば、こういう方法も取れる。もっとも、それは穴を開けるくらいならたやすい力を持った古流たちがいてこそだ。よし、ここだ。うむ、ちょうど地上での戦いも一段落したようじゃ。わしは迎えに行ってくるとしよう。そう言ってろなんと様が転移で消えていった。ああいうということは、地上での戦い、風流飛万さんと雷流豪華さんがクイーンに勝利したということだろう。転移ができるろなんと様ならば、二人をすぐにこちらに合流させることができる。転移って割と反則だよな。では連中が来るまでに穴を掘ってをさせないよ。その時俺には何が起きたのか理解できなかった。ただ目を焼くほどの火炎がほとばしり、思わず目を閉じ、開けた時にはグエンさんの背から落とされて中層の地面に叩きつけられていた。うぐ。うめきながらそれでも状況を確認しようと立ち上がりながら周囲を見回す。そこで俺はグエンさんと対峙している男がいることに気づいた。京也。それは京也だった。最終決戦6、下流グエン支店。しまった。まさか奇襲を受けてしまうなんて。背に乗せていた人間たちは無事か？マグマに落ちてやいないか？慌てて気配を確認すると、人間たちは運よく地面のあるところに投げ出されていた。ほっと一安心してる場合ではないな。これは相対する二刀流の剣士。人によく似た姿ながら額から2本の角を生やしている。その姿、アリエルの仲間の一人ナースとやらに違いない。風竜ヒュバンと雷竜豪華の二人がかりでも負けた相手だ。豪華は単純バカだから負けてもそういうこともあるかと思うが、ヒュバンはあれで古竜の中でも上から数えた方が早い強者。あまり認めたくはないが、己よりもヒュバンの方が格上だろう。そのヒュバンが豪華と二人がかりでも勝てなかった相手、人間たちという護衛対象がいる中、果たして勝てるか。京也。人間の一人、勇者の小僧が叫ぶ。俊、来たんだね。ああ。なら、容赦はしない。勇者の小僧と会話をしながらも、ナースはこちらに隙をさらさない。少しでも隙をさらそうものなら飛びかかってやったものを。待たない。問答するときはもうとっくの昔に過ぎたんだ。だから、ここに来たのならば、敵として、切る。直後、
出現する無数の武器、空間魔法の空脳に入れられていた魔剣の数々、事前にラーストやらの戦法は聞いている。あの魔剣を射出し爆破するのだと。そしてその魔剣の切っ先は勇者の小僧やその連れの娘2人に向いていた。そして放たれるおびただしい数の魔剣、貴様切ると言いながら、それは爆破ではないか。ぬん、周囲のマグマを操作。マグマの津波が魔剣を飲み込む。魔剣が爆発しマグマが飛び散る。いかん、人間どもはこのマグマのしぶきでさえ死にかねえ。ネイセ、小僧どもの避難を。はいはい。おわ。背後でレイセが勇者の小僧どもを抱え走り去っていくのを感じる。逃がしはしない。貴様の相手は己だ。なおも小僧どもに魔剣を放とうとするラースの前に立ちはだかる。貴様の方が格上であろうが、地の利は己にあり、この中層には火が満ちている。下流である己の力が最も発揮される場。周囲一帯のマグマをかき集め、その本流をぶつける。この場で己に挑んだことを後悔するがいい。ラースと己の力量差はおそらくさほど離れていない。地の利があればその差も逆転できる。懸念があるとすれば、憤怒。だが、あれは発動してしまえば自我を失いかねない諸刃の剣。早々に発動することはできん。ヒュバンの話によれば憤怒を使われて敗走したそうだが、追い打ちをかけてこなかったことから発動には時間制限があるのではないかとのことだった。おそらく、自我を保っていられる時間はごく短いのだろう。憤怒発動の兆候を見逃さず、そのごく短時間をしのぐことができれば、勝機はある。ソフィアさん、もしもの時は、頼んだ。殺到するマグマに飲み込まれる瞬間、ラースのささやきが聞こえた。その意味を理解する前に、ガーッ！体の芯まで震え上がらせるような方向が響き渡った。マグマがはぜる。骨すら焼き尽くすマグマをものともせずに突っ切って、ラースが飛びかかってくる。グオー！反射的にブレスを叩き込む。しかし、それすら意に介さず、直進してくる。ブレスの直撃を食らったはずなのに、まるで何事もなかったかのように、わずかな減速すらせずに。でたらめだ。己の思考加速が効いた状態ですら早すぎると感じる突進。首を狙って迫り来る歯を前に、とっさに己の爪を割り込ませる。歯と爪が激突し、火花を散らせる。それも一瞬、爪が切り裂かれ、その先の手に異物がめり込んでいく違和感。それでもなお止まることなく、歯はそのまま突き進み、己の首を。は？気がつけば、己は中層の天井を見上げていた。すぐさま首に手を回す。ある。くっついている。だが、さっきのは。よかった。声が聞こえて、ようやく己はすぐ真横に勇者の小僧がいることに気づいた。これは、己は？君は死んでたよ。勇者くんの慈悲で蘇ったのさ。勇者の小僧の隣にレイセも立っていた。それにも全く気づいていなかった。気が動転しすぎている。しかし、それも仕方がないことなのかもしれぬ。まさか、死んだだと？この己が、ブルリと体が震えそうになるのを、なけなしのプライドでなんとか抑え込む。奴は、ヒュバンとゴーカが駆けつけてくれたから、今はそっちと交戦中だ。そうか。震えそうになる体を知ったし、立ち上がる。礼を言う、勇者よ。俺にはこれくらいしかできませんから。卑下するな。それができるだけでありがたい。見れば、ヒュバンとゴーカがラース相手になすすべもなく攻められている。ニーアの姿が見えないが、奴もまさか逃げ出しているということはなかろう。おそらく隠れながらお得意の弱体化のスキルでラースの弱体化を狙っているはずだ。だが、それでも、ラースを止められる気がしない。勇者よ、オラが死んだら、また蘇らせてくれ。はい。頼んだ。本音を言えば、また殺されに行くのは恐ろしい。だが、ここであれば倒さねばならない。甘く見ていたつもりなどない。だが、奴は己らの予想を裏切ってきた。
がまさか自我を失うことを恐れず憤怒を使ってこようとはな。己はここで死ぬかもしれん。いや、ここで何度死ぬかもわからぬ。そして生き返れるかもわからぬ。こんな恐ろしい戦い、生まれて初めてであるよ。次回は雲ですか何か、最終決戦9、最終決戦10、高評価、チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。